では幹事社の東京 MX から2点質問いたします。まず1点目です。昨日知事も参加されていました全国知事会について伺います。人口減少問題の解決に向けた緊急宣言をめぐりまして、都は一極集中が人口減少に関係しているとする文言について削除するよう求めました。宣言にもその削除するよう求めたという旨を宣言にも載せる形で話がまとまったかと思うんですけれども、この結論への知事の受け止めをまず聞かせてください。そうですね、この件についてはもうずっと同じような話が私の国会議員時代からも続いております。そしてその結果ですね、人口減でかつ、国力が低下という状況にあるわけですけれども、でまず我が国の人口増加を図る上ではですね、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この日本全体の、人口問題というまさしく国家的課題で、あります。それをまず国がしっかりと対応すべきだという認識です。これについては国がしっかりやるべきということについてはですね、いろんな意見が出ましたけれども、そこは一致していたというふうに思います。ただですね、特定の地域への人口や産業の集積と日本全体の人口減少をどう関連づけるのかというのは私は分かりません。それについて因果関係が不明確な考え方に基づいた議論だということで、この点については述べさせていただき、さもなければ本質的な課題解決につながりませんということで、賛同はできませんということを申し上げました。で結論として、それは中期として、この東京都は各市会地下今申し上げたような理由で賛同できないというそのことを盛り込んだ決議文になったということでございます。で やはりどうも私はベクトルが違うようにずっと思ってるんです。パイの切り合いをしてもパイの切り方、カステラの切り方を変えてもですね、発展を望めないと思います。逆だと思います。もうデフレが染み込んでるんだと思います。むしろいかにしてパイを増やすかを今議論すべきなのではないでしょうか。そのことを申し上げたい、ところで、ございます。それからパイの、その増やし方についてはこれは経済の産業の政策であるし、またこれからどうやって人を育成していくかということもありますし、また私の発言の中で昨今の動きとしまして、北海道やまた熊本で半導体工場を兆円単位で、支援をしながら、進めていると、それによって町づくりが行われ学校ができ人が集まってくるという、こういう形が経済そして産業政策として国がリードすべきところはしていくと、そのことが人をまた呼び雇用を作り、そしてまた次の世代を育てていくということにつながるのではないか。それこそ国策として行うべきことなのではないかとこのように思います。昨日はちょうど大変な豪雨でですね、災害に遭われた山形県の吉村さんも、吉村知事、それから私も今日の、その後のまた今日の日程の関係で途中でバトンタッチしてまいりましたけれども、私もいなくなると、ダイバーシティには全く欠けた形での集合写真だったなと思いますね。やはりこれからの日本の発展ということについては、これまでの昭和ではなく、新しい形の会議を、会議ばっかりやっててもしょうがないんでね、そこのところを言っているんですけれども、どうもあそこのコミュニティはちょっと違う
色合いだなということを強く感じたところでございます。まあ、あの人口や産業が集積することによって、周辺の地域だけではなく国際競争力の維持強化が図られて日本経済を牽引していくということになると思います。日本国内だけで競争のこう取り合いしててもですね、世界の今のその経済の何ですかね、覇権っていうか、今米中のあの戦い見てください。そういう中でじゃあ日本どうするんですかと、それによって工場があったりそこで働く人がいて、それが賃上げをどうするかっていうのは全部つながってくるわけじゃないですか。何かこう切り分けのとこどこでどうするか議論しているのは、私はあのそれには本質的な課題解決にはならないということを再三申し上げたというところでございます。ありがとうございます。別件でもう一点伺います。議会と職員との距離について伺います。工事の入札情報を業者に漏らした疑いで区議と職員が逮捕されたことを受け、千代田区の樋口区長は職員を対象に議員との関係性を聞いたアンケートを実施しました。公表された結果では情報が漏れた原因が職員と区議の関係性に問題があったからと200名以上が答え、議員から職員へのハラスメントが複数あることも明らかになりました。こうしたハラスメントであったり議員と職員の関係というのは全国的にも今あのハラスメントを訴えるような声も上がっているところで、都の職員と都議の関係性についても同じことがになりうるのかなと思うんですけれども、そのあたりどのように考えるか、またこうした状況を受けて職員に向けた働きかけや防止策というのがあれば教えてください。もう言うまでもありませんが、議員というのは都民の代表、そして職員はそれに対して敬意を持って議員に接するということは、当然のことであります。で、都民の誤解を受けることがないよう、互いに一定の緊張感を持って適切な対応をするということはもう言うまでもないというふうに考えております。ありがとうございます。そうしましたら各社さんお願いします。読売新聞越村と申します。よろしくお願いします。質問の1項目目で今お聞きした人口減のところのお話なんですけれども、知事おっしゃるように、いわゆる人口減と一極集中を関連づけるような、こうした論拠が知事おっしゃるようにずっといわゆる的を射ているような形で、それが正しいような形でこの間ずっと続いている、続いていって、なかなかその東京側の主張するような話がなかなか地方に理解されないっていうのはどういうところに理由があるのかっていうのを伺えればと思います。いろいろとお考えがおありだと思いますが、そこにこう解を求めていた方が楽だからじゃないでしょうか。むしろそのいろいろ努力をしたところにこそですね、いろんなサポートがこの集まるというそういうインセンティブを働かせることが必要なのではないかと思います。その仕組みそのものがこれまで、パイが膨らんでた時代と今減少している時代とでどうすべきかというのは今ターニングポイントを迎えていると思うんですけれども、ですからむしろこのインセンティブにつながるような仕組みと、そしてまたみんな同じ方向を向いているのではないことが、ダイバーシティの持つエネルギーだというふうに思います。なのでこの都知事選を通して私石丸真嗣は経済を知り、行政を知る初の東京都知事を目指します。どうぞ、石丸真嗣にご期待ください。まさに、今日はこの話をひたすらしようと思って決めてきました。今、アルゼンチンの経済大変だっていう話しました。世界には4つの種類があるって聞いたことあります。クズネッツっていう経済学者が分類したんです。
先進国と後進国、あと2つ。アルゼンチンと日本なんです。アルゼンチンはかつて南米のパリと呼ばれ、ヨーロッパの首都が憧れた場所なんです。でもそれが今、経済クタクタになってます。先進国から後進国へ、これがアルゼンチン。もう一つが日本です。戦後荒廃したところから高度の経済成長を果たし、豊かな立派な国になった後進国から先進国に、この4つだと言われてたんです。でもこれが変わってきていると感じます。日本の人口は2010年をピークにもう減り出してます。ここから勢いがつくんです。毎年60万人70万人減ります。15年先、2040年にかけて全国で1000万人人が減るんです。かつて経済大国と言われた日本、必然的に経済小国に向かいます。アルゼンチン、あとこの世からもしかすると日本になってしまうかもしれません。だからこそ今日ここで改めて皆さんにお伝えします。大事なのは経済です。この長野県においてはですね、皆さんもこの東京都だけでは解決できない課題があるというふうに思って裏側から見てます。例えば高尾山、私も昔八王子で学生時代住んでましたので、高尾山の向こうに富士山があり、その向こうにアルプスがある、こういう流れの中でやっぱり東京と山梨と長野県が別々の行政をやっていてはですね、これ世界に向かって立ち打ちできないというふうに私ずっと思ってます。これ唯一この石丸さんが46県と連携してやってるんだと、新しい教育を開くのということでやっていただいてますんで、私そこにかけたいというふうに思ってますし、この東京都第一だけでは見えない視点がやはりあるというふうに思ってます。この選挙を機に東京、そして日本で絶対に変えていく、これを受けて私も一生懸命応援してまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さん元気ですか。はい、ありがとうございます。お前誰だって多分思われてると思いますよ。私もですね、長野県からやってもらいました。なんと長野県議会議員なんですね。グレートミチャと言います。ここにね、バッチついてますけど、私この名前、そしてこの家たちでですね、長野県議会議員をやっております。ね、私がこの格好してね、議員やってるって言ったらもうね、怒りじゃないんですよ、この政治に対して。ね、でね、きりきりきりな騒いだってダメだと。ところをですね、石丸さんが市長をやってる時に、市長っていう立場であれだけズケ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 政治のね、体制の文句を言った、石丸さん素晴らしい。で、今回ですね、いても立ってもいられなくなって、私石丸さんの応援にですね、駆けつけさせていただいたっていうことなんです。だからね、私だけがギャーギャー言ってもしょうがないかもしれないんですけれども、今こそ石丸さんが登場したいベストのタイミングなんですよ。今こそ石丸さんが天気を取らないとこの日本はダメになるから、長野県の山奥からですね、私出てまいりまして、とにかくまず東京を変えてもらって、日本を変えてもらう。今政治がものすごくやばい状態、ここにいらっしゃる方意識高いけれども、石丸さんを頂点に据えるには、ここにいらっしゃらない方にどうしても届けるかということなんですよ。ここにいる人たちがね、どうしても石丸さんということで、こっからどんどん拡散していかないと、石丸さん頂点に立たない。これはね、選挙やってからなくてもね、同じ経験をしません。ここにいる人たちがいいんですが、そっから先皆さんの力でぜひ石丸さんをトップに立たせてくださいということでね、本田マスクマンが応援させていただいておりますけれども、もう間もなく本人が登場いたします。ぜひとも皆さんの力で、そしてね、東京都民の皆さんの力で石丸さんをトップに立たせてください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。政治家としていいこと言われる方はたくさんいらっしゃるでしょう。でも本当に住民、市民の、そして都民、区民の皆さんの困りごと、不安が、それを分かってここに立っているのは、私は石丸さんしかいないんじゃないかなと思っております。ぜひともこの市長を経験した石丸さんを日本の首都のトップにぜひ
動かしていただきたいと思ってます。そして2つ目、東京を変えるということに対して、いや東京都民のために何を今更変えるんだという声もネットを見ているとあります。でもこれ私たち700近い市、700以上市があります。市と町とから合わせると1500近くありますが、私たちの本音を代弁してくださいました。そして皆さん、東京生まれ東京育ちの方ってどれだけいらっしゃいますか。ありがとうございます。そんなに多くないですよね。正直岐阜県の美濃加茂市からも勉強ができる方、手に能力がある方、そして何かチャレンジしたいっていう人はみんなやっぱり東京に行きます。僕はそれでいいと思います。東京にこうやってたくさんの素晴らしい方がいて、素晴らしいことがあって、素晴らしいものがあるところに地方からどん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 人が出ていく、東京に向けて出ていく、そうあってほしいのですが、現状はそこから先が何も地方に恩恵はありません。何が言いたいかというと、地方の苦しさを分かっている方が都知事になってもらって循環を作ってもらいたいんです。私たちは素晴らしい次世代を、またはですね、年齢を超えて多くの方々を東京に、そして世界に送り出していく、そして東京からはその人材の意味を理解してくださって、じゃあ地方にももっとこういうことができる、できたらいいんじゃないか、もっとこんな支援ができるんじゃないか、僕はそういう意味で今は東京が東京のことを考えるんじゃなくて、東京にとってもこれから先20年30年先を考えれば、日本の地方がどうあるべきか、そこをもっと一緒にタッグを組んでやっていきたい。そんな中で私は石丸伸二さんが今回東京都知事になってくれれば、日本が、そして世界が大きく変わると、その信じてここにやってまいりました。もうこれ以上話しません。お待たせしました、石丸伸二さん。本当はこの1週間でもう疲れ切ってるんじゃないかなと思いますが、まだあと10日、あと10日あります。紫色をまとった方々も本当にヘトヘトだと思います。ぜひ皆さん、ここからもう一個ギアを上げて、石丸さんを都庁へ押し上げていきましょう。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。今お話ししてくださった美濃加茂市の藤井市長、お会いしたのは何回かしかないんですけど、なんかこう回数じゃなくて本当に気持ちを共有できる、意識を共有できるっていうことがあるんだなって、少しこの人間というもの、その存在に不思議な感覚を今覚えてます。改めてですけど、本当に都知事選のお疲れ様でした。ありがとうございました。選挙の藤井さんが来てくださったのは前半の方だったかな。そうです、そうですよね。はい、暑いさなかに駆けつけてくださって本当ありがとうございます。すいません、本当選挙中東京に公務というか出張で行ける予定というか、もうあそこしかなくてですね、石村さんもそうですけど、市長ってなかなか急に予定開けれなくて東京まで行けなかったんです。あの日しかちょっとお邪魔できなくて本当に情けない限りだったんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。藤井さんがね、出張のお忙しいさなかわざわざ街頭演説に寄ってくださって、あれなんていうの、応援演説ですかね。ありがとうございます。うちのスタッフがすごいなんかこう感動してまして。本当ですか。はい、藤井さんめっちゃいいこと言ってくれるみたいな私が上に登らせていただいて話している感覚としては、早く石丸さんをっていう熱い眼差しで私は耐えられなくなってマイクを確かに2、3分それぐらいですかね、3、もうちょっと喋ったかな、すみません、ちょっと私もちょっと熱い思いをちょっと出してしまったんですけれども、いや、なんか良かったですよ。やっぱりその地方自治体の長というものがそれぞれの立場でどう政治と向き合ってるのかっていう、そのメッセージに熱がありましたね。いや、ありがとうございます。彦根の和田市長もそうですし、おそらく駆けつけることができなかった、僕は本当1年前に岐阜で夜遅くまでご一緒させていただいたことがあってですね、石丸さんのなんか人となりに触れさせていただいたり、
したこともあったので、あの時もお邪魔したいと思ったんですけども、それ以外にも、石村さんの、なんだよ、との面識がなくても応援したいっていう首長は僕はたくさんいたんじゃないかなと思うんですよね。いろいろ私もメディアとか見てますけども、よくなんか東京都民のためじゃないことを言う人を都知事に選ぶわけないだろうみたいな人がいたんですけど、そういう感覚だからちょっと近視眼的になりすぎてるんじゃないかなっていう中で、正直僕も明日都知事になれるんだったら、なれるんだったんですよ。なってね、この地方と東京都との関係っていうのは、絶対に変えていかないといけないっていうのはすごくよくわかるけど、まさかそんなチャレンジのね、チケットなんて手に入るわけないし、なおさらね、本当に多くの方に応援してもらえるなんてない中で、石丸さんは、ご自身でね、道を切り開く、かつ、本当に厳しい選挙を挑まれたということは、僕らにとってもすごく、なんていうんですかね、やっぱり挑戦するっていうことの大切さを改めて認識しようとしても、身につまされたというか、みんな身につまするというか、反省するというか、恥ずかしくもなってきましたし、持ち上げるだけでも情けないかもしれませんけど、本当にそういった思いで、あの日も伺ったので、本当に改めてお疲れ様でしたということです。いやー、めっちゃ嬉しいです。実際そういうふうに言っていただけるなんて。正直ですね、自治体が今やってることって、あまりその市民の方が喜ぶことよりも、ババ引きに来てるじゃないですか。やられることを誰がやるか。それがね、政治家の仕事だっていうところがあるので、正直僕もこれから、あんまり市民の皆さんに、喜んでもらったっていうことよりも、一個ずつ着実に進めていくと説明はしてるので、ご理解いただいてるとは思いながらも、ここでね、急に一人10万円配りますっていう人がボーンと出てきたら、スーッと負ける怖さもやっぱりある中で。本当それ。そうなんですよね。だからまだ1年半をまず、やりきるっていうことしか考えられないっていうのは。そうなんですよね。今おっしゃったリスク、すごくあると思います。本当に安いポピュリズムに負けてしまうリスクが今高まってますよね。それぐらいいい話がしにくいというかできない状況かなっていう認識です。もう、基本、嫌がられるか恨まれるっていう。そうですよね。何かを止める、何かをやめるっていう。やっぱり僕らも、ね、紹介というか、させてもらったんですけど、その中でね、石丸もう一個だけね、絶対に、この選挙中、候補者、有権者の皆さんには絶対に怒らんかったじゃないですか。すっげえなと思って。だから、プロに対しては、プロのあれを求めはるじゃないですか。でも、有権者の方にはものすごい終始温かくて、逆に僕が怒ってたりすることの方が多かったじゃないですか。渋谷でギャーギャーで、すっげえ言われてて、石破新庄まっすぐですとか言って、外政やってたりしてたでしょ。ああいう時でも常に候補は冷静ですし、当然その反対派の方も、沿道にいられてね、変な手のポーズされたりとかいろいろありましたけど、全然冷静にそこは怒らなかった。それが尊敬しますわ。それはやっぱりいろんな人がいるっていう前提でやってた仕事なので、みんなね、応援してくれてたらそれは楽なんですけど、でもそれとは選挙いらないんですよね。なるほど。っていうのを考えたら、そこはそういうもんだろうなっていう。すごいな。そこはね、だから、一連の終わった日のね、対応を見られてね、石丸さんを評価されるのはすごく心外で、もう、有権者に対しては、ただ、あともう一つ、有権者に対して、今回お願いをしてないじゃないですか。はい、ドアの前までは我々連れてくけど、ドア開けるのは皆さんですっていう終始それを一貫されたのが、もう今までの選挙と全然違うなっていうので、奮起に期待しますとか、勇気に期待しますとか、皆さんのご判断をいただいているっていうところで、僕もずっとカラスやらせてもらってて、ついついお願いしますってミスになるんですけど、これはダメだと思って、候補は本当はそんなことを求めてないと思って、一生懸命言い方変えてたでしょ。日本を変えましょうとか。言ってくださって。ねえ、で、やっぱり今までの
石丸慎二はよろしくお願いしますって言ったらイラっとくるでしょ。もうまあそうです、それじゃないんじゃないかなっていう、もう違いますよね。でやっぱりもう皆さんにご判断いただきたいっていうところで選択肢を示してっていうところがもう一貫してたので、あ、すごいあるべき姿になったのかなっていうふうに思いましたね、うんうん、なんかそこもこれまでほったらかしにしすぎたのかなっていう思いです。あのメディアと政治家が有権者に対して本当になんかこう甘やかしたというか、なるほどね、楽な仕事をしてた結果、全部の質が低下したっていうのが今の日本の政治じゃないかなっていうふうに思ってます。ね、だってあの、ね、政治家がね、お願いしますって4年に1回言う、言うと、その時しか言わないというのがもう当たり前にしちゃって、でメディアもその時は取り上げるんですよね。なるほど。暴落でね、泣いた笑ったみたいなんで。そうですね。でも大事なのって、その後じゃないですか。そうですよね。で、あとほったらかしにするっていうのがね、本当にまずいなって思ってました。いや、今ね、これあの、すごく、もう本当に、まあ、計算かもしれないけど、石丸慎二っていうのがものすごくこの一週間取り上げられてるじゃん、誰よりもね。でも、本来メディアが監視すべきは、当選した小池百合子さんであり、で、新秋田勝田市長なんですよ、僕から言わせればね。まあ、そこが監視するしなきゃ誰が監視するねんっていう話ですやん。だからそこに注目して、例えば秋田勝田新市長がね、いや、じゃあその石丸路線を変えてでも本当にそれを伸ばせるのかどうか、それもこっからはあの有権者に選ばれたあの新市長の責任ですし、もちろんこの小池都政の3期目にしたって、まあいろいろこの選挙上出てきたことも含め、しっかりとマスメディアはそこを監視していかないと、また次の選挙までね、ほったらかしておいたら、我々それはちょっと我慢ならないなとは思いますけどね。ですね、そこに危うさがあるんですよね。ありますね。なんかね、メディアの方が、あれが争点だったとか、ね、争点がなかったとか言うんですけど、お前らが作れと。そうですね。ね、権力の監視役という機能がメディアに、ね、マスメディアに与えられてるわけなんですから、そうですね、それを果たしてもらわないと、そうですね、国が良くならないなっていうのはすごく思いま